はい、どうもこんにちは、寺井です。では本日もお話しさせていただきたいと思います。本日はですね、あなたの年収は〇〇で決まる、こちらをお話しさせていただきます。これはですね、会社の経営されている社長さんでもですね、会社員の方、主婦の方、学生の方、もちろん僕でもあなたでもですね、人間なら誰でも当てはまるこの法則がありますので、本日はその法則についてお話しさせていただきたいと思います。はい、もうあなたの年収は〇〇で決まる、そういった法則があります。はい、この動画見ていただいてですね、確かにな、これ当てはまってるなと、感じてくれたら面白いかなというふうに思います。またですね、僕は当てはまってました。はい、またちょっと皆さんもね、確認していただけたらと思うんですけども、またね、この年収ってところで言うと、これから年収を上げたいなと思ってる方、その方はですね、何かヒントがある動画になると思いますので、ぜひそちらの方も、最後までチェックしていただけたらと思います。ではですね、早速内容の方入っていきたいと思います。はい、あなたの年収は〇〇で決まる。はい、この〇〇に入る言葉、こちらお話しさせていただきますが、よくつるむ5人の年収で決まる、これが、アンサー、答えになります。はい、これより正確に言うとですね、よくつるむ5人の年収の平均値に自分がなるっていう法則があるんですよね。はい、これですね、僕は当てはまってましたね。はい、皆さんもやっていただきたいんですけども、書き出してみるって書きましたが、よくつるむ、よく、会う、仲のいい5人、皆さん挙げてください。名前をね、5個書いてください。左側書いていただいて、でその右側にですね、ちょっといやらしい感じになっちゃうんですけども、この右側にですね、その人の年収書いてください。ちょっと分かんなかったら概算でいいです、ね、書いていただいて、あの人はあのぐらいもらっているだろうって値でも全然大丈夫です。書いていただいて、そしたらですね、この右側に書いたこの数字っていうのを全部足してください。で足していただいて5で割ると、そうすると面白いことにですね、あなたの年収に近い値っていうのが出てくるはずです。それと自分の年収比べてください。そしたらね、かなり近い値になってると思います。これね、僕ね、かなり、近い値で、当てはまってました。あなたの年収は〇〇で決まる、今回はですね、内容としてはよくつるむ5人の年収の平均値になりますよと、そういったお話です。確かに考えてみるとそうですよね。この例えば年収300万円の会社員の、方とかだったりしたら、例えば、よくつるむってところで考えると、残業、仕事終わりですね、仲のいい同僚とか先輩とか部下とかと一緒に行く、よくつるむこの5人、自分以外の5人っていうのがその人たちだったとしたら、確かにね、同じ、会社にいるわけなんで300万ぐらいなのかな、ね、同じ価値観、同じお金の、ね、価値観だったり人生観の可能性が高いでしょう。例えば、一方ですね、年収1億稼ぐ、社長さんたちの集団があったとしたらですね、その人たちと一番仲いいってことは、その人たちと価値観が合う、その人たちと人生観が合う、だからお金1億円稼いで当たり前でしょ集団に、自分がいるとしたら、自分も、そのお金の稼ぐっていう、いろんな、ね、価値観が一緒なわけなはずなので、ここではですね、年収は自分は確かに1億円ぐらいになっていくと、そういった、ね、法則、ちょっと考えてみると確かになって納得していただけるかなというふうに思います。主婦の方だったら、そのママ友でちょっとね、この公園で、わかんないですけど、そういった方がね、いらっしゃったとしたら、稼いでないというか、旦那さんの扶養入っている方が多いとしたら、0円だったりするし、その中で例えば副業やってる主婦の人とかがいたとしたら、副業やってるんだ、自分が頑張ってることですよね。で副業頑張ってる、たくさんの周りの人たちがいたとしたらですね、主婦だとしてもママ友だとしても、その人たちが一つ、その人が一人抜けてですね、やっぱり、そういった自分のね、違う価値観になっていくと、で周りに、その同じ価値観の人が増えて、その人たちもやっぱ副業頑張って、この稼いでいってるわけなんで、0円かもしれないけど、こちらの、ママ友は0円かもしれない、公園のママ友は0円かもしれないけれども、新しい副業の方のママ友っていうのは、年収がね、月収が例えば20万、30万、40万になっていったりとか、そういったね、自分の価値観によってやっぱ変わっていくっていう部分があるのかなっていうふうな、ところですね。はい、ちょっと書き出してみると、自分のね、今の状況っていうのも分かるかなというふうに思いますし、自分の、ね、年収っていうのも確かに当てはまってるなというふうに思うと思います。はい、でですね、これからはですね、この年収をですね、これから上げていきたいよと、そういう方にね、ちょっと聞いてほしい内容になるんですけども、
コンフォートゾーンっていうのがね、人間にはあるんですよね。まあ、さっきの話で言うと、まあ、コンフォートゾーン、これは何かというと、すいません、ちょっと説明が前後しちゃいましたが、コンフォートゾーンっていうのは、コンフォータブル、これはですね、快適なって意味で、ゾーンっていうのはまあ範囲ですね。人それぞれね、コンフォートゾーンっていうのを持ってるんですね。僕はこの価値観が好き。だから、この価値観と親和性の高い人、すなわち同じような価値観を持ってる人と会う。仲良くなると。仲が良くなる可能性が高い。ね、まあ、そのさっきの会社の例で言ったら、同じ取引、年収300万円のね、会社の一つの例で言ったら、やっぱり同じ取引先だったりとか、同じ業務だったりとか、まあ、同じ人たちと、話してるわけなので、同じ価値観になりやすい。ね、まあ、上司の愚痴を言ったりとか、まあ、取引先のね、話をしたりとかですね。まあ、そういったところで同じ価値観になりやすい。ね、だから、こういったね、コンフォートゾーンっていうのも、似たような人が生まれやすいってところですよね。はい。同じ人、コンフォートゾーンが同じだと、やっぱり、このつるむ、可能性が高くなりますよね。で、それが結果的にその年収に、直結してくるっていうような話です。まあ、そのママ友の例もそうだし、年収1億円の社長さんたちの例も、全部当てはまると思いますね。まあ、あなたの、その周りもですね、おそらく当てはまってるんじゃないかなというふうに思います。このコンフォートゾーンですね。じゃあこの年収を上げるためには、どういうふうなことをね、心がけて行動したらいいのかっていうところなんですけども、このコンフォートゾーンを変えていかなきゃいけないんですよね。はい。違う価値観、例えばこの年収300万円の人たちとその年収1億円稼いでる人たちって絶対コンフォートゾーンが違うんですよね。で、まあ、この人たちと、まあ時間をね、少しでもね、話を聞いたりとか、まあ、この人のね、価値観、なんで稼げてるのかとか、まあ、そういったノウハウとかもそうですよね。まあ、そういうことをね、聞くことができたら、その関わる時間がね、長ければ長くなるほどですね、この人たちの価値観に自分が近づいていって、引っ張っていく、もらってもらうことができるんですよね。周りの4人が年収300万円だとしても、1億円が1人、ここでね、関わる人が増えたとしたら、自分の年収がまあ1000万とかになっていくかもしれないですね。まあ、こっちの、年収300万円の価値観は残ってたとしても、こっちの価値観に引っ張られて金稼ぐってことのノウハウだったりとか、その考え方っていうのが分かっていくはずなので、どんどん引っ張られていくはずなんですよね。まあ、そういったところですね。コンフォートゾーンを変えていく、広げていくっていうようなところですね。そうするとこの年収っていうのは、この、よくつるむ年収、5人の年収の平均値になるっていう法則がありますので、自分の年収は上がっていく。まあ、そういうようなね、ことが言えるかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。コンフォートゾーンを広げる。まあ、関わる人を変えるっていうことですね。はい。今回が、そういったお話になりました。はい。本日の内容は以上になります。ちょっと参考になっていただけたら幸いかなというふうに思います。はい。でですね、ちょっとお知らせっていうふうに書いたんですけども、こちらですね、まあ、Twitter をですね、まあ、近日公開していこうかなというふうに思いますので、できたら、動画の方でも行っていきたいなというふうに思います。まあ、普段ね、この YouTube では言えないようなちょっとね、日常のことについてもね、発信していこうと思いますので、ぜひね、Twitter できたらアカウントフォローしていただけたら嬉しいです。またですね、公式 LINE、こちら、追加していただいている方、いらっしゃると思うんですけども、ありがとうございます。でそちらではですね、まあ、明日からですね、まあ最近、僕が教えている、まあ、生徒さんのですね、頑張ってる、最近頑張ってる生徒さんコーナーってところですね、生徒さんとのやり取りであったりとか、まあ、生徒さんが今どれぐらい稼ぐようになったとか、まあ、そこら辺ですね、まあ、この YouTube では、発信しないようなところですね、公式 LINE で発信していこうと思いますので、そちらもね、見ていただけたら嬉しいかなというふうに思います。はい。また何かね、いつも通りになりますけれども、この内容だったりとか YouTube じゃなくてバイマについてね、何か質問等ございましたらですね、下記概要欄より、LINE アットまたは、Gmail の方でご連絡いただければ回答させていただきます。はい。本日は、まあ、告知もありましたが、この内容、あなたの年収は〇〇で決まるお話しさせていただきました。本日は以上になります。ありがとうございます。